こんにちは。今回シュンを演じた西野カヤと申します。お願いします。そうですね、やっぱりとっても楽しかったですね。地元出身は違ってで、やっぱりこの台湾人は台湾でどうやって生活したのか、台湾でどんな友達がいたのか、すごい想像して楽しいんだなと思って、あとアイドルの時も演じさせていただいたんですけど、なんか結構元気でどうやってアイドル活動を楽しんでるっていうのは自分でも楽しかったですね。そうですね、この役は結構長い間に演じてさせてみたんですけど、やっぱり事前の役作りがとっても大変ですね。私が日本人で役は台湾人ということで、やっぱり、地元出身が違ってどうやって片言をこなすとか、台湾の食べ物とか懐かしいとか、そういう演じるのは結構役作りは大変でしたね。そうですね、やはり近いなと思って、まずは名前が、役はシュアンっていう、で私が本名はガヤっていう、漢字は一緒なんでとっても親近感があって、それはもう自分的に一歩この役に近づいたなと思ったんですよ。はい、で個性は、私と真逆だったんですよ。私あんまり、静かだなって周りに言われたことあるんですけど、頑張って元気なキャラを出したんじゃないかなと自分で思ってますね。あと例えば日本人の友達のやり取りした時に、自分はあんまり口を開けて笑うことはしないんですけど、この役をために結構口を開けて笑いましたね。はい、そうですね、役作りはやっぱり台湾の映画をいっぱい見ることですね。実際台湾1回しか行ったことないんですよ、家族の旅行で。でも大体観光地は行ったんですけど、台湾の食べ物あんまり詳しくないんですよね。ペラペラ台湾のものを紹介したり、結構台本に書いてあるセリフ、台湾に関するセリフは頑張って覚えましたね。はい、結構難しい部分なんですけど、はい、であとこの子はやっぱりその周りには日本語は上手いって言われてるんですけど、実際にたまに出てた片言とか、この意味は分かんないっていう、ちょっとちっちゃい部分ではたまに出す片言では結構私は大事にしてますね。はい、この役は本当に楽しくて、やっぱり自分の個性と真逆なので、本当に、別の人生を体験したなと思ってます。はい、そうですね、なかなか体験できない人生でした。はい、そうですね、これからもこのチャンネルで、この役を演じるのは長いと思うので、これからも続きたいなと思ってますので、いやー本当にこれから何の企画やるか、どんな日本人役と一緒にやるか、本当に楽しみですね。はい、そうですね、またこのシュアンの役として映画とかドラマとか、これからの演技の仕事をどんどんつながっていきたらなと思ってますね。はい、やっぱり台湾人役と日本人役両方でもできるよっていうアピールできたらいいなと思ってます。今回は、台湾人役すごい長くやらせていただいたんですけど、やっぱり次回は、そうですね、アメリカ人役やらせていただきたいなと思ってますね。はい、そうですね、アメリカもすごい憧れて、役作りもアメリカで住んでみたいなと思ってます。はい、はい、はい、ありがとうございました。またぜひ、はい、はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。はい、今までこのチャンネルを見ていた方、本当にありがとうございます。実は、日本人の私が演じた手腕なんですけど、ぜひこれからもこのチャンネルを応援していただいたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ではチャンネル登録お願いします。またねー。